はいどうも、しおみんでございます。今どこに来ているかというと、セブンイレブンさんですね、高槻にあるセブンイレブンでございます。ただいま6月20日今日で緊急事態宣言が明けるという記念すべき日にですね、の朝のですね7時ですね、7時ちょうどですね。それでですね、先週のね金曜日からですね、この車借りてます。この子を借りてます。はい、ムーブ君です。格安レンタカーですね、業務レンタカーというところで、借りております。で、1週間でなんと7700円という格安のレンタカーでございます。で、金曜日に借りてですね、土曜日カート行って遊んでまして、今日日曜日なんですけど、今からですね金曜までですね岐阜方面をちょっとうろちょろしようかなと思って、借りております。で、車内がもうだいぶ汚れてましてっていう機能あるので、お菓子とかコーヒーとかですね、あと電源ケーブル系とか、こういう車内のいろんなグッズとかですね、あとまあ貴重品にパソコンに、一応ね、こんな感じでですね、まあ、車中泊もできるかなということで、お酒も積んでおりますが、そんな感じでですね、考えております。あと着替えとかも後ろの方にありますね。で、まあ、アウトドア用のマットとかですね、あとまあマスクが全部箱ごと持ってきました。めんどくさかったのでとか、向こうの方は簡単なお茶でも沸かせるようなものと、こちらが、アウトドアの椅子とカメラ用の三脚と、向こうがテーブルですね、小さなテーブルみたいなところを開けてですね、どんな旅になるのかということで、とりあえず、はい、格安レンタカーのご紹介でございました。昨日走ったところですね、快適に走ってくれるんで何の問題もないかなと思ってます。見た目よりもね割とね、広いし快適じゃないですかね。最近の軽は、高速の上りのですね、ところでちょっとパワーがないなっていうところは、それは否めないですけど、普通の道走ってる分には全然、OK に入ったなと思います。はい、ということでですね、あとですね、そう1週間で1500キロを超えちゃうとですね、1キロの月10円という課金がかかってきますんで、できたら1500キロ以内に収めたいなと思っております。でもですね、なんかちょっとした旅行行く時のレンタカーとしてはね、すごいいいんじゃないかなと思います。よかったら皆さんも業務レンタカー探してですね、見ていただければと思います。それではまた違う動画というか、この続き、多分岐阜県のですね、いろんな観光地のですね動画とか出していくと思いますんで、はい、ぜひあのチャンネル登録および高評価よろしくお願いします。それでは岐阜まで行ってまいります。とりあえず格安レンタカーのご紹介と、塩見が持っていく備品のご紹介でございました。それでは。